花より団子の日中、韓ヒロインに注目、井上真央、シャンユエ、クヘソンの異なる魅力。台湾版花より団子が16年ぶりに中国でリメイクされます。台湾で F4 シンドロームを巻き起こした制作者が原作の30倍に上る制作費を費やすと宣言したりもしました。最近、中国ファッション誌のグラビアを通して新しい F4 が公開された中、ヒロインに対する関心も熱いです。 韓国版の牧野つくし役です。16年ぶりに帰ってくる中華圏花より団子で男性主人公ほど注目を集めるヒロインの名前はシャンユエです。1997年古南省出身で満二十歳です。大学を背景にした台湾版の主人公ともぴったり合う設定です。何よりも彼女が注目を集める理由はブックスです。 青春ドラマ、松室釜と、正味よしみで、制服姿を披露しました。くっきりとした二重まぶたの、大きな目に、色白の肌が、20年前に、清純なルックスで愛されていた、ビビアンスーを連想させ、視線を集めます。韓国版の花より、ダンゴ・ボーイズ・オーバー・フラワーズのヒロインは、クヘソンです。当時26歳だった、クヘソンは、名門私立高校に入った、平凡な少女、クムジャンギを演じました。 高校生といっても全く違和感を感じさせない童顔美貌で話題を集めました。また、日本版花より団子の井上真央は視線を引きつける華やかなルックスではないですが、愛らしくはつらつとした魅力を武器に、御像誌の同名字誌に最初は立ち向かい、後に愛を育む様子を描きました。日中間三国のヒロインの中で原作漫画とのシンクロ率が一番高いと評価されています。